西洋旅案内は、福沢諭吉の著書の一つ。1867年初頭に発行された、上下2巻よりなる、西洋旅行のための実践的なガイドブックである。1867年に、福沢は軍艦引き取りのための通訳として、アメリカ合衆国に渡った。この時に上司に反抗的な態度を取ったため、帰国後に謹慎を言い渡された。 その謹慎中に書き上げたのが西洋旅案内である。福沢は福王辞典で次のように述べている。私は幕府の外務省に出て翻訳をしていたのであるが外国奉行から咎められた。どうも貴様はアメリカ行のご用中不都合があるから引っ込んで謹慎せよという。もちろん幕府の引っ込めというのは誠に楽なもので外に出るのは一向構わぬ。 ただ役所に出さえしなければよろしいのであるから、一心のためには、何ともない。帰って暇になって、何言ういくらいのことだから、命令の通りすぐ引っ込んで、その時に、西洋旅案内という本を書いていました。付録で、保険制度を紹介して、生害、受け合い、火災受け合い、会場を受け合いの3種の災難受け合いについて、説明している。以下、福沢幸選手 第2巻収録の西洋旅案内、章からの引用を含む、西洋の食事について、次のような注意をしている。日本にて、平成肉食になれざる人は、船に乗るとき、漬物、醤油、その外の食物、少し軽用意すべし。外国風の食物の身にては、はじめに三十日の間困るものなり、タバコのマナーについて、次のような注意をしている。 夫人の前に手タバコを飲むなどは、は肌失礼のことのせり、つつしむべし。このことは、戦中系に限らず、彼国一体の風俗なるゆえ、上陸の後も忘るべからず、洋式トイレの使い方について、次のような注意をしている。彼国の代弁所は、家の内にあるものも戦中にあるものも、その模様少しも変わらず、一段高きところに縁ケアありで、 この穴に腰を据える趣向なり、しかるに初手外国へ行く人など、そのことを心得ずして、日本流にすると便所を汚し、必ず外国人に笑い割れて、面目次第もなきことあり、よく慎むべし。保険制度について、次のような説明をしている。災難受け合いとは、商人の組合ありて、平成無事の時に人より割合の金を取り、 一万一その人へ災難あれば、組合より大金を出して、その損耗を救い不死法なり、ありがとうございます。